月夜に抹茶ちゃいなドレス。ふわ。遅刻遅刻。大変大変。ピューン。いっそげえ。千鳥足のお客さんたちで賑わう、このチャイナストリートを、私は文字通り、駆け抜けていた。駅のトイレで素早く着替え、キオスクで買ったトーストを頬張り、通い慣れたルートをジャンプしながら、昼の OL から夜の町へ。常連さんとバンドメンバーが待つ。 あの小さなステージ、店長はきっと、またか、みんなつないでくれ、時期に来るさ、って言ってるはず。水郷で暮らす妹たちは、元気かな二人の横顔が、ふと浮かんだ。長女である私は、彼女たちの学費を稼ぐため、月の北極にある町からこの中華街へと、先月引っ越した、トランク一つに、貴重品、化粧道具、ステージ衣装だけを入れて、 歌い手としてはまだ未熟でも、この若さは特別な価値を持ってる。これを上手に活かして、月夜を飛び回りたい。それが私の願い。薬屋さんの角を左に曲がって、月明かりのビルを3台まで駆け上がれば、お店の入り口は目の前。フロアは、シャンデリアと間接照明で艶やかに彩られ、いつものように盛況だった。あちこちのボックス席で、 大人たちが大人たちらしい社交の場を繰り広げる。私はステージの袖へ急ぐと、リロードのカーテンを薬指で撫でながら、今宵のミュージシャンたちへ向けて、微笑みを送った。蝶ネクタイをした老店長が、バーカウンターでグラスを磨く手を止め、ボリュームを上げる。ステージ足を踏み入れ、コツコツとヒールを鳴らすと、フロアの視線がやんわりと集まった。リーダーのベーシストがドラマーとピアニストへ目配せをする。 私はマイクを唇に添えた。皆様こんばんは。今夜も来てくれてありがとう。それでは歌います。ムーンリバー。ME14 年9月1日。ドーム4コペルニクス中華街。クラブ北京歌手ティアエコ。